それではガルシア先生クラス2班の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。本日はあなたの素敵な夢を叶えるために同席できることを嬉しく思います。ガルシア先生クラス2班、チームカンデです。よろしくお願いします。皆さん、ジブリなんて夢の世界のお話なんて思っていませんか？まずこちらのアンケートをご覧ください。多くの若者がジブリ料理を食べたいと答える中、その機会にあまり恵まれなかったことがわかります。しかし、その若者は実際にジブリ料理のレストランだったら行きたいですかというアンケートをした結果、多くの若者が行きたいと答えました。そこで私たちは、スタジオジブリの作品の中に出てくる料理を再現する、実際にあなたのもとに再現するお店を提案します。その名も隣の港町夢を叶えるレストランです。コンセプトは夢を叶えるレストランです。まずここで若者とジブリの関係性について述べます。10代20代男女ともにスタジオジブリ作品を日本代表できるほど高く評価しています。じゃあその若者たちはそのジブリのどこに惹かれているのかと見たところ、キャラクターよりもその世界観に惹かれているということが分かりました。また池袋サンシャイン60にどんぐり共和国というジブリのグッズを販売するお店があり、そこで客層についてインタビューをした結果、20代前半の女性がよく訪れるということが分かりました。つまり池袋に20代前半女性のジブリの需要があるということが分かりました。今回のターゲットは、20代前半女性かつジブリに興味がありかつその世界観に惹かれている人、ここで私たちは魔女の宅急便のような出てくる港町を店内に再現することにしました。こちらが店内のイメージ図です。全24テーブル、壁紙は魔女の宅急便のような港町、雰囲気は純高級、そしてテーブルの周りに水路を引き、その中にライトを沈め、昼は明るく、夜は暗くといった演出を考えております。また壁紙やライトの中にジブリキャラクターを隠し、実際にジブリのキャラクターを探すなど遊び要素も考えております。じゃあどこに店を構えるか、今回私たちはサンシャイン通りに店を構えることにしました。主な理由は3つ。まずは人通りが多いこと、2つ、池袋ジブリの需要の中心点であるどんぐり共和国と比較的距離が近いこと、そして3つ、映画館と距離が近いことです。映画館と距離が近いことを理由にしたのは、映画館の半券を使ったサービスを考えているからです。メニューと価格の一例です。昼は千と千尋の神隠しからカマジーの天丼やあんまん以下、このように単品があります。わお。ということで午後は、気軽にお茶をしたいなという人のために、デニバーのティータイムスペシャル、また以下の単品を揃えています。そして夜は店内のムードが少しロマンチックになるということもあって、天空の城ラピュタ、あとは紅の豚から洋物、このように揃えております。失礼しました。売上予測です。朝を除いて昼、午後、夜の3パターンでこのように売上が出ると私たちは予測しています。損益予算です。昼と午後と夜とでメニューが変わるので食材仕入れ高が少しアップしますが、客単価を少し上げさせてもらうことでカバーをしようと考えています。また広告費のアップですが、今回私たちは映画館が近くにあるということで、映画の作品の前のコマーシャルに、コマーシャルを活用していこうと考えています。このように営業利益が出ると見込んでいます。実現可能性です。今回ジブリさんと包括的なライセンス契約ということなので、ライセンス料がかかります。以下のように営業利益が出ると、それでも見込んでいます。実現可能性はあります。
リピートアップについてです。一つ目はジブリの世界観を提供すること。二つ目が時間の変化とともに店内、そして料理も変わることでお客様に飽きない演出を提供すること。三つ目が池袋の立地を生かしたサービス。これは映画の半径、どんぐり共和国と、共和国の立地を生かしたサービスを考えています。じゃあ、いつ来るの？今でしょ！ご清聴ありがとうございました。ガルシア先生クラス2班、ありがとうございました。続きまして、質疑応答に移ります。時間の関係上、質問は2つまででお願いします。それでは質問ございます。加藤レジャーグループ様や先生方、質問ございましたら挙手をお願いいたします。すいません、緊張しておるようです。ございまして、費用対効果ちょっとお伺いしたいんですけど、このイニシャルのイメージっていうか、売上は素晴らしい、これだけやると素晴らしいと思うんですけれども、はい、費用対効果なので、イニシャルについて何かこうイメージされてるものってありますか？それともう一つは、トレンドがすごい強いビジネスモデルだと思うんですけれども、秋というか、時代がこう変わっていく時の変化の対応というか、こういったところについてもお答えいただければと思います。でまず時代の変化についてですけど、スタジオジブリは、今年の夏公開の風立ちぬという名前通り、何年かに何回か映画の公開をしているということで、時代が進んでもその映画の公開に合わせてサービスを対応するということで、その継続的なサービス、また新しいサービスにどんどん移行ができるということ、そういうふうに思っております。あと、イニシャルっていうのは投下資本というか、どのぐらいのお金がかかって、このぐらいの費用対効果なので、効果は今、月間に530万円あるということなんですけど、そういうイメージだけでも何かお考えになる。この店を作るという段階。考察されてなければないということで結構です。特にすいません、ごめんなさい、ご用意しなかったです、ごめんなさい。はい、では以上をもちまして、質疑応答を終了いたします。改めましてガルシア先生クラス2班の皆さん、ありがとうございました。